初代アバーデア男爵ヘンリー・オースティン・ブルースは、イギリスの政治家、貴族、ビクトリア朝の自由党政権下で、閣僚職を務めた。1815年4月16日、ウェールズ・グラン・モーガンシャアバーデア・ダフリンに生まれた。父は、グラン・モーガンシャの地主ジョン・ブルース。母はその妻であるサラ。スウォンジーのグラマースクールで学び、リンカーン放送院を出て1837年に、 法廷弁護士の資格を得る。弁護士を開業した頃、ダフリンはじめ、アバーデア谷の一帯に石炭が発見され、彼の一族も所有する土地から、莫大な富を得た。6年ほど弁護士の仕事をした後、1843年に、その仕事から手を引いた。1847年から1852年に、かけてアバーデアの治安判事を務め、警察行政に当たった。 1852年にマーサー・キドビル選挙区から当選して自由党所属の庶民委員議員となる。1868年12月の解散総選挙でこの選挙区の議席を失うが、1869年にはデンフルーシャー選挙区から当選し、除舎される1873年までここの議席を維持した。1862年11月から1864年4月に、 かけて第2次パーマストン施策内閣の内務副大臣を務めた。その後、1866年7月までパーマストン施策内閣とその後継のラッセル白爵内閣で教育委員会副委員長を務めた。1868年12月から1873年8月にかけて第1次グラッドストン内閣に内務大臣として入閣した。 その間の1872年には、ライセンス法制定を主導した。同法にはライセンスに関する、行政庁の設置や公共住宅に関する不正の罰則強化、飲み物販売時間の短縮などが盛り込まれていた。1873年8月に、グラッドストーン首相の要求を受け入れて、内務大臣を辞し、通密委員議長に転任するとともに、アバーデア男爵の爵位を受けて、 貴族委員入りした。その翌年の解散総選挙に自由党が敗れて、ゲアすると、彼の政治家としてのキャリアは事実上終わり、以降は、社会問題や経済問題の質問に専念する。1878年から1892年まで、王立歴史協会会長を務める。1881年には、王立地理協会会長にも就任した。 また王立ニジェール会社の参加に創設されたナショナルアフリカンカンパニーの社長となり死去までナイジェリア地域の事業に携わったこの地域は1899年にイギリス政府に保護領として併合されることになる1895年2月25日にロンドンで死去した爵位は長男のヘンリー・キャンベル・ブルースが継承した1846年に アナベラ・ワードンと結婚し、彼女との間に、第2代アバーディア男爵位を継承する、長男ヘンリー・キャンベル・ブルースなど一男三女を設ける。1852年に、アナベラと死別し、1854年に、陸軍軍人、ウィリアム・フランシス・パトリック・ネーピア中将の娘のラと再婚した。彼女との間に登山家となる三男、チャールズ・グランビル・ブルースなどに男七女を設ける。 ありがとうございます。